こんにちは皆さん、私は元山口組顧問弁護士で YouTuber の山内幸男です。今日は分裂から8年が経過した六審構想の現在を考察する、その2、題してお話ししたいと思います。2020年、これは2015年が分裂ですから、5年後の2020年にですね、公安委員会は6代目山口組と神戸山口組に対して特定抗争指定をいたします。そして警戒区域を設定して、その区域内では事務所が使えない、あるいは5人以上の人間が集まったら、検挙するとか、あるいは相手方の住宅地とか、あるいは拠点にうろついてはならないというような規制をかけます。これで抗争が鎮圧できるだろうという当然の前提があるんですけれども、実際はそのようになりませんでした。でも2020年というのは神戸山口組にとっては非常に大きなダメージになる出来事がございました。そのうちの一つは、7月22日に5代目の山県組が脱退してしまいました。これはとんでもないことですよ。本当はね、神戸山口組ってのは5代目山県組をみんなが頼って出たんですからね、一番芯というか核というか柱なんで、そこが抜けてしまうっていうのはもうこれ終わりなんですよ、本当は。あとは抜け殻が残る状態なんですけども、5代目の山県組が神戸から脱退してしまいます。そして同じく池田組が脱退いたします。そして8月には正木組、国政会が組を解散の上、組長は引退するというような出来事が起こりました。これはもう当初の盟友は去っていったわけですから、いずれもこの井上組長との間に意見の対立があったことはもう間違いないわけなんです。これだけ出ていってしまうと難しいですね。そして神戸山口組傘下の組も次々と脱退したり解散したりというようなことが続いていきます。その翌年2021年におきましても、神戸山口組は脱退、解散、引退が続いて、そして9月には5代目山県組ですね、これが6代目山口組に復帰するという、ちょっと本当にびっくり状況が起こりましたね。6代目に帰ってきたんですよ。中田組長も当然了解の上ですけども、山県組は6代目に収まることになりました。引き続く2022年、去年のことなんですけれども、この年も、共有会寺岡さんが神戸から脱退するとか、匠組の入江さんまでが抜けてしまうとかいう大きな出来事がありました。いわばもう組織としては本当にガタガタの状態になっていっておりますね。そしてこの年にその出ていってがトップに向けての襲撃が相次ぎます。例えば5月3日、池田組組長宅に車両の突入。5月8日、入江組長自宅に車両の突入。6月5日、井上組長の自宅に17発の銃弾が撃ち込まれる。そして10月には池田組組長が散髪屋で、襲われるというような立て続けに、トップを狙った襲撃行為が行われます。でもこの年一旦ですね、池田組と神戸山口組は五分の親戚付き合いをする連合体なんだというようなことを表明したこともあるんですけども、でも実質は連合体の機能を果たさないままですね、逆に楠本組員ですね、絆会の楠本組員の供養をめぐって井上組長と本部長とか喧嘩してしまうというようなことが起こってしまいます。ですから連合を組んでよかったのかどうだったのかちょっと分かりかねますけれども、いずれにしましても、もう神戸山口組としては非常に厳しい状況になっていったわけですね。もう本来組というのは、この組員たちにとって一つの機能を持ってなきゃいかんわけなんですよね。例えば組員にとって組大門というのは、しのぎを
するときのツールといいますか、しのぎをするときに非常に大事な道具として使われるわけです。特に民事介入暴力と言われるような民事ごとに絡んで相手方にもヤクザが出てきて、お互いにこう睨み合うというような場面になった場合には、俺は山口組の、これぐらいの座布団に座ってる人間だとかね、相手は俺はどこそこの何々だということをこうお互い言い合うってことが非常に今紛争解決に役に立つわけですね。いい大門であればあるほど押しが効くという、しのぎする上において非常に重要な役割を果たすというのが組の大門の力。暴対法などはね、暴力団の組織っていうのは組の威力を背景に金儲けをしている、そういうのを暴力団と言うんだというふうに定義をしておるぐらいですから、組の威力すなわち大門を傘に来て威圧して、そして利益を手に入れるというのが基本的なしのぎのパターン。そういうしのぎにおいて役に立たないと組としての役割は果たしていないということが言えるんですね。そしたら神戸山口組の場合は名前出して役に立つだろうかということなんですけども、これはもうヤクザ同士の話になった時、わしは神戸山口組やっていう、もし言えばですね、逆にまだやってんのかって言われそうな感じはしますよね。しかも山口組と名乗ってるから、本来の山口組の権威というものを借りて、それをまあ力にしたいという、そういう手段で名乗っていることはもう明らかですんで、それでいてちゃんとした、継承をしていないんで、いわばまがいもの偽物というようなイメージがどうしてもつきまといますんで、しのぎの時の役に立つかどうか疑問ですね。それともう一つは区民の精神的な力バックアップとしてですね、大門っていうのは機能してるんですよ。俺は例えば山口組の大門担いでるんだということになると非常に強くなるんですね。どこへ出ても堂々としていられるんですね。そのような機能を神戸山口組が持っているかとなりますと、ここまでガタガタに組織が崩れてしまいますと、区民たちのですね、心の支えにもなり兼ねるというふうに私は思いますね。例えば5代目山県組が神戸から出ましたね。その中身に話聞いてみますと、会費が高すぎた。確か300万だったと思いますが、300万の会費が高いんで、井上組長に、5代目山県組がですね、会費負けてくれと言ったら、ビタ一門負けないと言われたそうですね。そしたらもうやめますわ言うてやめたみたいなんです。結局、5代目、山県組にしてみれば、神戸山口組の大門なんか担いでても値打ちないんですよね。要するに会費っていうのは大門を使わせてもらえるその対価ですから、お金を払うだけの値打ちのある大門でないとダメなんですけども、5代目山県組にとっては神戸山口組ってのは300万も払う値打ちがないんですよ。実際のところ神戸山口組よりも5代目山県組の大門名称の方がはるかに通りはいいし、また押しも聞きますね。神戸は必要ないですよ。ですからお金なんか払う値打ちがないということになっちまいますね。ですからまあ神戸を脱退して一本で行くと決めたわけなんです。結局まあ大門っていうものが機能していないということになると思いますね。それからまあ構想が長引いておることによって、警察権力の横暴が非常に目につくようになりました。検挙がむちゃくちゃになってきてますね。例えば野球場で感染したから建造物侵入で逮捕するとかね、3年か4年か前に、彼女と一緒にホテルに泊まった、その昔泊まった時に、名前が虚偽の名前で泊まってるから詐欺になるとかね、もうむちゃくちゃしてますね。これ本当おかしいんですけども、裁判所逮捕状出してますもんね。これはもう抗争を続けていることの一つの弊害でしょうね。それにも何よりも裁判所刑が重くなりました。ですからもう殺人という行為はできないですよね。池田
組長が散髪屋で襲われた事件を見ましても、襲った側はサバイバルナイフでしたもんね。拳銃だったら死んでしまったら困るという、そういう思いが働いていたんだと思いますよ。死んでしまわれたら無期懲役ですから、30年とか無期とかですけども、池田組長だったら無期でしょうね。無期だったら手柄を立てたもクソもないですもんね。終わりですもんね。でもそこまではなりたくなかったというのが、あのサバイバルナイフで襲ったという理由だと思いますね。とにかく法解釈もむちゃくちゃになってきていますし、刑は重くなってできていますし、で組の事務所は使えませんしね、構想が長引くことは非常に不都合、不利益があるのはもう間違いないですね。そういう意味ではもう嫌になって疲れて、来ておることは間違いないんでしょうけども、結局決めてなく攻撃が続いているという状況ですね。でもまあ攻撃が続くことによって、神戸山口組の井上組長は外にほとんど出ることできない。それから絆会のですね、小田会長も金沢若頭が大きな事件を起こしている疑いがありますので、というのは弘道会直参、港工業の余嶋組長を殺害した事件、あるいは一新会参加三亀組の頭を殺害した事件、どちらも絆会金沢若頭の行為じゃないかというふうに思われております。ですからこの返しがあるんで、小田会長ももう身動きが取れない状況になっていると思いますね。でもこの構想状態の終結が、六代目山口組としては神戸の解散組長の引退、池田組の解散組長の引退、絆会の解散会長の引退、匠組の、解散引退と、この全ての条件を満たさなきゃいかんとなったら、これはもうハードルが高い。それはしんどいですね。池田組なんかはもう戦おうとしませんから、戦って消耗するのを避けてますね。ですから、六代目側が消耗するのを待っていて、自分の方では絶対消耗しないようにしてますね。ほんで、あそこは経済基盤がしっかりしてますから、崩れないですよね、なかなか。神戸山口組の方は、もう組織力はどんどん劣っていっております。もう活動実態が断ち切れのように消えていって、自然消滅のように組がなくなるような形になるかもしれませんね。なかなか難しいです。こんなに、たくさんに分かれてしまいますと、どうけじめをつけていいのか分からなく、なってしまいますね。いずれにしましても、早くこの状態が終わってほしいというのは、すべての、関係者が望むところだろうと思います。ずっと続けていると、また国は別のことを考える、やも知れませんね。まあ難しい。まあもう本当にあと一歩で解散引退になるのかなという思いもないわけではないですけども、ここまで来たらもう開き直られたらもう難しいなとも思いますね。まあ早く、まあ平和が来てほしいと望みます。はい。今日はこれくらいにしたいと思います。チャンネル登録並びにいいねボタンをよろしくお願いします。ありがとうございました。